88年の人気テレビドラマ、抱きしめたいなどで知られる石田純一さん。トレンディ俳優として一躍人気を集めました。現在はテレビでの活動はあまり見られなくなりましたが、バラエティ番組などには定期的に取り上げられていますね。また、 家族が芸能関係者という環境で育っているため、話題が絶えない方でもあります。そんな石田さんの経歴等を紹介していきたいと思います。本名、石田太郎。青年月日、1954年1月14日、70歳。出生地、東京都目黒区。 身長177センチ。血液型 A 型。早稲田大学在学中に俳優演出家を目指し、渡米。帰国後、演劇集団縁の研究生となり、下積みを経て79年に NHK のドラマ、アメリカ物語でデビュー。88年のドラマ、 抱きしめたいへの出演を機にブームとなったトレンディー系作品に多数出演しトレンディー俳優として絶大な人気を博しました石田さんといえば人気トレンディードラマに多数出演していましたが一番の話題はやはり派手な私生活はじめの奥様は作家翻訳家の 星川淳さんの実枚である星川麻里さんと1970年代に出会って結婚しています。1974年に長男である俳優の石田一生さんが誕生。この時もワイドショーなどで実は結婚していなかったのではと質問攻めにされていましたが、はじめの奥様の 星川さんとの入籍時は、堅くなに口を割らず、不明となっています。また、離婚は1976年と公表されていますが、入籍時は1970年代としか表記されていません。その後も隠し子騒動が出て、石田さんの結婚歴が話題に。その頃には、 二番目の奥様で女優の松原千明さんと1988年に結婚しており、長女のモデルすみれさんが1990年に誕生しています。1992年に隠し事された一生さんが俳優としてデビューすると、親子共演などが見られており、息子の一生さんも 一躍人気俳優として名前が知られていきました。1996年には、石田さんとモデルの長谷川理恵さんの不倫交際報道で、実際は発言していない不倫は文化というキャッチフレーズが大きくワイドショーで取り上げられましたが、実際に石田さんが言った言葉は、 今までの文化を作ったり、いい音楽やいい文学は不倫からもできているといったことが、不倫は文化だと、週刊誌等のキャッチフレーズになり広まりました。その一見があってからも仕事は続けていたのですが、長谷川さんとは別れたと宣言していたのにもかかわらず、1997年8月には、 再びマンションで密会しているところを週刊誌に報道されてしまい、翌年の1998年4月に当時勤めていたスーパー J チャンネルのメインキャスターを降板しています。その1年後の1999年、当時の奥様である松原さんとの離婚が成立しました。 一時的に仕事を干されているのではと噂されていましたが、バラエティに出すぎて俳優業を干されてしまったのではないか等と,と言われていました。実際に俳優業やテレビ出演などで干されていた期間はないのですが、不倫で干されたなどの噂が絶えませんでした。降板した番組は、 スーパー J チャンネルのメインキャスターのみで仕事は減ったとはいえ完全になくなっていた時期はないようです。三人目の奥様であるプロゴルファーの東尾里子さんとはテレビで交際していることを宣言してからその年の2009年に結婚。その後2012年に長男。そして2015年。 2017年に長女と次女が誕生しています。また2016年に都知事選に出馬すると宣言すると、リコ夫人が聞いていないと激怒しているという報道がされました。この件は初めの奥様の結婚時期と同様、墓場まで持っていくそうです。何か、 家族にも相談できないような事情があったのでしょう。この都知事選の出馬宣言はマネージャーにも言っていなかったようで、放送法の関係から選挙期間中はテレビに出演することができず、その配偶者、リコさんも同じで、石田さんの CM やリコさんの仕事がなくなり、 出馬宣言から3日で断念したのですが、数千万円の損害が出てしまい、その穴埋めで愛車のフェラーリを手放すことになったそうです。石田さんのお騒がせは他にもあり、2020年の緊急事態宣言中での度重なる外出騒動では、沖縄にゴルフをやりに行っていたという話もありますが、 実際には沖縄の店を売却しに行っていたということです。しかし、ゴルフ場には行ったものの、ゴルフはしていないという話で、不動産会社の人がゴルフ場にいたからというのが真相のようです。そんな石田さん、沖縄から帰ってきた日の夜に発熱し、翌日病院へ行ったら即入院になりました。 コロナに感染してしまったのです。3日ほどで退院したようですが、その後も飲み会に参加するなどを繰り返し、猛バッシングされました。一応現在は反省しているようです。ここ最近はテレビ露出が減ってきていますが、話題が絶えない石田さん。リコ夫人に対する、 モラハラ発言などが話題になっていますが、夫婦仲は円満なようで、長男のリタロウくんが顔出しをして話題にもなりました。野球チームに所属しているそうで、イケメンで将来が期待されていますね。そんな話題の絶えない石田さんとご家族の今後にも目が離せませんね。 最後までご視聴いただき、ありがとうございました。